はい、どうもコハケンです。今日は何話していこうかな。しばらく動画投稿してなかったんで、まあしばらくっていうか、まあ2、3日か、2、3日動画投稿してなくて、まあ理由って言ったら、まあいろいろね、まあ何があったっていうわけじゃないんですけど、まあね、アンテンタでね、サボってましたっていうね、まあそういうことなんですけどね。まあね、それにしてもね、再生されないですよね。まあ動画投稿し続けてね、再生数増やすか、こうやってね、ほっとおいてもね、再生数がね、増えるっていうね、パターンもな、あるかなってね、思ったんですけどね、まあ再生されない。それでね、やっぱりね、思ったんですけどね、遊戯王関連再生されないですね。遊戯王人気ないんかなってね、もうね、これね、思ってるんですけどね、大体から遊戯王やってる人自体ね、結構ね、都市行ってる方がね、多くてね、いや、それこそね、もう20代後半から30代のね、プレイヤーがね、多いと思うんですよね。でね、まあね、まあ、どうなんやろな、自分自身もね、33歳になってね、まあ思うんですけどね、まあこのまま遊戯を続けようかなってね、まあそういう動画もね、1年前近くにね、出したんですけどね、まあね、動画的にもね、結構ね、はじめ社長とかね、三沢くんとかね、まあ YouTuber いるんですけどね、結構有名な YouTuber がね、その、まあ遊戯王関連の動画とかね、上げてるんでね、まあそれなりにね、見てもらえるかなって思ったんですけどね、まあここがね、僕の視聴者とね、そのまあ僕の趣味の乖離っすよね、乖離。まあね、多分どうかなって、口パッチ目当てで結構ね、見てくれてる方がね、多いみたいなね、まあ変なことをすることによってね、再生数を増やすっていうね、まあそういう感じでね、見てくれてる人がね、まあ多いんかなみたいなね、思うんですけどね、どうかな。まあね、自分的にもね、まあ口パッチ動画ね、まあこれからもね、上げていこうってね、思ってるんですけどね、まあ多分ずっとしんどいでしょ。多分ね、みんなしんどいと思うわ。ずっとあれを見続けてるの。だからね、まあね、まあこういうね、語り動画、雑談動画とかもね、メインにね、撮っていこうかなってね、思ってるんですけどね、まあそんなわけでね、まあ遊戯王がね、遊戯王のね、今までのね、動画がね、全く再生されねえっていうね、まあこういうね、なんかしょうもないね、雑談動画の方がね、みんな見てくれてるみたいでね、まあね、どうなんすかね、まあそれだけでね、まあね、遊戯王の、ね、世界もね、どんどんね、変わっていってね、まあでもね、そのラッシュデュエルっていうのがね、次から始まってね、ラッシュデュエルって何ぞやっていうね、まあね、まあ覇気手ってね、僕もね、わけわかんねえや、わけわかんねえんですけど、まあちょっとちらって見たんすよね、まあサイト、あるサイトをね、まあね、それでね、見たらね、ちょっとね、カードの絵柄がね、大きくね、変更するみたいなね、感じに、ね、なっててね、あとはね、なんかね、手札が0枚の時にね、大量にドローできたりね、モンスターをね、大量召喚できたりね、結構ね、はちゃめちゃなルールみたいな感じに、ね、なるっていうね、まあこれもね、まあ、サイトに載ってるやつなんでね、まあ噂っちゃ噂なんですけどね、どうなるかな、まあそこのところね、僕もね、楽しみにしてるんですけどね、今後の遊戯王のね、動きにね、まあ遊戯王関連はね、まあ再生数ね、僕の動画の場合取れないみたいなね、まあね、再生数目的やったらずっと口パチ動画上げていくのがね、一番ね、チャンネル登録増やすのには手っ取り早いんですけどね、やっぱね、口パッチ動画を生まれた理由っていうのがね、まあね、会社辞めてね、もうやけくそみたいな感じに、ね、なってね、まあやけっぱちでね、口だけね、映してね、まあ、パプリカ歌ったみたいなね、まあそういうやけっぱちで撮ったみたいなね、動画なんでね、別に面白
さをね、あの目的にね撮ったわけじゃなくてね、まあ焼けっぱちでね、まあ、ちょっと再生数稼げるかなみたいなね、まあ、そういう感じで撮ったらね、まあ、あの結構ね、あのその今有名 YouTuber に拾ってもらって、それでね、あの再生数、まあ、動画がバズって、まあ、あのこうやってみんなに見てもらえるようになったんですけどね、うん、まあね、自分の趣味とはちょっとね、まあ、かけ離れてるんですよね、うん、まあ、僕自身もね、あのゲームとかはねやんないんですけどね、うん、まあね、そういうね、あのカードゲーム遊戯王はね結構ね昔からやっててね、うん、まあ自分自身もね、まあ、楽しんでてね、まあでも去年か一昨年地元に戻ってきてからはもうほとんどカード買ってないみたいなね感じなんですよね、うん、まあ、興味なくなったっていうかね、まあ、年齢的な部分もあってね、うん、まあ最近もね、あのカードのねファイルみたいなのをね頼んでね、大量にね、あの、うん、ファイルにね閉じてますよ、うん、レアカード、うん、まあ雪うさぎとか春うららとかね、うん、まあやっぱりね、自分自身やっぱり遊戯王ありきかなってね、まあ思ってるんですよね。まあ買うね、うん、まあ使うお金はね少なくしていこうってね、これからも思ってるんですけどね、やっぱり好きなもんはね好きっすね、うん、まあやめれてないような感じっすね、うん、まあレギュラーのパックはもうこれからは多分ほぼ買わないと思いますよ、うん、まあレギュラー以外のねパックとかね、結構レアカードとかが入ってるレアリティコレクションとか、まあそういう感じのパックはねこれからも、うん、買っていこうかなってね、うん、あとシングル買いね、うん、シングル買いで、うん、買っていこうかなってね、うん、思う。遊戯王の今後って言ってもね、多分でもレアリティコレクション売れたでしょこれ、うん、結構ね、あのいろんな YouTuber がね取り上げててね、うん、再生数もねかなりね、再生数っていうかね、まあ、入ってるカードもね結構レアなカードばっかりなんでね、うん、まあね、これね、遊戯王やってない人はなんだこの動画って思ってるんですけど、もうほんまにね僕の趣味の世界っすよね、うん、これでね、まあ遊戯王じゃなくてね、遊戯王はね置いといてね、まあまあ、最近はね車とかねバイクとかにもねちょっとハマりだしてね、うん、まあ、バイクとかね、まあ、去年ぐらいから結構改造してね、10万以上使ったりね、うん、まあ、その動画も結構うん、再生されてて、まあ、それ出してる動画で、まあ、皆さん見てもらったらいいと思うんですけどね、うん、まあね、どうかな、でもまあ遊戯王な、うん、まあ、これからも続けていきたいね、うん、ということでね、まあ、どういう感じでちょっとまとまりがない感じの、ね、動画になったんでね、まあ、僕と遊戯王みたいなね、うん、今後の遊戯王はどうなるんだみたいなね、まあ、そういう感じの話でしたね。はい、以上、コハケンでした。